第一章、すべては未来のために。しかし、殺し合いをしろとはね。まったく、その発想はなかったよ。ほら、綿貫君もいつまでも暗い顔してないで、リラックスリラックス。なあルーク、お前は誰かを殺すつもりなのか？ん？そのことで悩んでたのかい？僕はてっきりアリスさんのことかと。アリスのことも、それは思うこともあるがな。それより俺は、自分が誰かに殺されるんじゃないかと心配なんだ。俺はお前らと違って異世界能力がない。もし襲われたとしたら、俺なんてすぐに。安心して、綿貫君。誰も君を殺そうなんて思ってないよ。というか、僕らは殺し合いなんてしないよ。あんなざれ言、誰も本気になんてしてないって。なんでそんなことが言えるんだよ。お前はそうかもしれないけど、他の人は。あのね、綿貫君、僕らは異世界勇者はその力を正義のために使う。決して私利私欲のためには行使しない。そうだよね、ルーク君。アクア？そう、異世界勇者はあくまでも勇者なんだ。僕らはみんな仲間だよ。今回倒すべき相手は私たち同士じゃない。あのキャットマンとかいう猫男だよ。まあ、さっきはみんなアリスさんが殺されて陰鬱になってたけどね。安心して、綿貫君。僕らは決して殺し合いなんてしないよ。ルーク、それにアクアも。ごめん、なんだかお前らを勘違いしてたよ。そうだよな、みんな女神様に願って異世界勇者になることを自ら望んだんだもんな。よし、俺もなんだか勇気が湧いてきたよ。ありがとな、二人とも。あはは、どういたしまして。で、アクアさんは何をしに来たの？何か用があって来たんじゃないの？あ、そうだ、私は二人を呼んでこいって言われてたんだよ。二階にある食堂に集合だってさ。とりあえず作戦会議をしようってことだね。作戦会議？キャットマンを倒す作戦会議か。それよりはこの建物の探索結果の報告会かな。じゃあ僕らは探索をしつつ2階の食堂に向かえばいいのかな。そうだね、何か気になることがあったら報告会で言ってくれれば嬉しいな。ってことで私は先に行ってるよ。じゃあまた後でね、二人とも。じゃあ僕らもぼちぼち向かおうか、綿貫君。さあ行動開始。お、いいね。手でセーブしましょう。よし、セーブしました。行きましょう。で、とりあえず、まあこの部屋には何もないでしょう。で、前回結構いろいろ探索しちゃったからな。とりあえずは普通にそのまま2階の食堂行く形でいいか。ここかな。お、食堂行こう。あー、前回入ってないね、ここね。あ、ちょっと待って、くしゃみ出そう。はい、すいません、戻ってまいりました。続きやっていきましょう。お、やっと来たな、二人とも。まっされよ。じゃあ探索した結果について報告し合おっか。この建物は全部で4階建て。移動方法は階段です。建物に窓は、一つもありませんでしたので、外の様子はわからないようですね。壁を壊してみたんだけど無駄だったわ。強力な魔法ですぐに治っちゃった。おそらく強力な復元魔法だろうね。私の力でもすぐに、修復されちゃった。供物はそこの宵闇子かなが放つ冷たき覇気に飲み込まれていたわ。そこの冷蔵庫に食べ物が入ってるんてすごい。一瞬で解読したぞ。毒とか入ってないのかな。僕がさっき全て調べました。大丈夫です、全部食べられますよ。娯楽を楽しむような部屋はあった。あの男は一体何が目的なんだ。お風呂もあったし、食べ物もあるし、しばらくはここで暮らせそうね。そういえば1階に武器庫があったぞ。あれには誰も手をつけるなよ。ルークの言う通りだ。みんな殺し合いゲームになんて参加する気がないようだ。信頼できる仲間、これが異世界勇者なのか。で、肝心の脱出口の手がかりを見つけた人はいるかな。誰も見つけられてないみたいだね。まあ気長に探そうよ。そうだ、
みんなで協力して脱出方法を見つけるんだ。お、気合十分だな、綿貫。そうだね。みんな揃ってここから脱出しよう。本当に誰も殺す気はないんですか？異世界勇者特有の空気なんて読まなくて殺し合いをしてもいいんですよ。ええ、神出鬼没ですね、こいつ。誰がお前の言いなりになんてなるものか。俺たちは絶対殺し合いなんてしない。ふん、俺たちね。ま、私は気長に現世で待たせていただきま、いただきますよ。自宅でゆっくりとね。今日はファミレスでステーキを食べました。いや、実に美味しかった。用がないならさっさと帰れ。シュッシュ。釣れないお人だ。まあいいです、帰りますよ現世に。ああそうそう、そこのカメラで常に皆様のことは監視しておりますので、いつでもお気軽に殺人を行っていいですからね。ではでは、おやすみなさい。なんか嫌味だけ残して帰りましたね。っていうか、次元をまたいで監視できるカメラなんてものがあるのか、すごいな。あいつの登場で少ししらけてしまいました。今日はこれで解散にしますか。だな、今日はこれで解散として、捜索はまた明日にしよう。そうね、私も体力の限界だわ。じゃあ今日の報告会は以上ってことで、また明日も同じ時間に開きましょう。じゃあ明日も同じこの時間帯によろしく。報告会を終え、俺たちは自室に戻った。さてと、これからどうするか。ルークは探索してくるって言って一人で出て行ったが、俺はどうするかな。みんなと交流を深めるのもいいかな。ちょっと俺もみんなと話でもしてくるかな。さあ自由行動開始。自由行動に説明聞きますか。いや、いいや、まあ、大体わかるでしょ。要はみんなに話聞いて、なんかを深めたりなんだりって感じだね。よし、行こう。ん、早速僕のお気に入りキャラ桐崎くんがいるじゃない。てかすごいな、名前がキャラクターの上に出るんだ。細かいね。この建物はわざわざ用意したのか。一体どこからそんな資金が。ああ綿貫さん、こんにちは。あ、自由行動が1回消費、やっぱりか。話そう。じゃあ食堂にでも行きましょうか。お茶でも入れますよ。桐崎とお茶を交わしながら話をした。お、ちょっと仲良くなれた、やったー。プレゼント渡しますか。今持ってないから。あ、待て、ないか。あれ、どちらへ行かれるのですか。どちらかへ行かれるのですか。僕に言い残したことはありません。話続けちゃう。あ、聞けるね。あ、好みのプレゼント聞いとこうか。帽子ですかね。何ですか、その見た目通りかって顔。いいじゃないですか、いくらあったって。では綿貫さん、また今度。帽子が欲しいのか。コインたくさんあるし。お、自由行動、ちょっとコインあるし、早速あれやりに行くか、ショップ。桐崎同じとこにいるね、君ね。一旦でも君はスルーするよ。クロエちゃんもいるけど、あ、紫ちゃんも気になる。ここだよね確かね。娯楽室、プレゼント購入しよう、セーブしよう。よし、ここが二つか。自動販売機。あー、そうだ。帽子あるかな。あ、おしゃれな帽子、300。原宿で流行ってるナオイ帽子。あ、そう。で、こっちはガチャか。ガチャやりたい。一回 100G。やっちゃう。お、十字架のペンダント。紫ちゃんが好きそう。あー、300円使おうか。シルバーのアクセサリー。RPG 作る RPG 作る MV 俺持ってるよもうじゃあ最後、 RPG 作る MV っていうのは、あの RPG 作るシリーズの最新型だね。最新型、最新バージョン、最新なんて言えばいいの、最新ソフトかな。もう分かんないけど、このゲームもそれで作られてるね。さあ、エロ本。え、それもったいなくね、プレゼントするの。自分で見ようぜ。ちょっとこれプレゼント、ドクロのアクセサリー。その名の通り十字架のペンだと悪魔バレーになる。RPG ゲームが作れる PC ソフト。割と RPG を作る人は少ない。痛いとこつくね。
そうだね、結構やっぱホラーゲームとかも作られるからね。受話器の大人の絵本、これ誰に渡せばいいんだこれ。ロベルトさんとか好きそうだな。とりあえずおしゃれな帽子買っとくか。あ、待って、シルバーアクセサリーとかここで買えんじゃん。エロ本も、あーでも十字架と RPG スクールはレアっぽいな。おしゃれな帽子買っとくか。とりあえずよーし、もう一回だけガチャ引いて終わりにしよう。いいの来い。あー、なんドクターヘッハー言いづら。ギリギリ攻めてるね。ドクターヘッハー、選ばれし人間の知的飲料、好きなのかな。毒ヘ俺はあれだね、 RPG スクールじゃねえ、レッドブル派です。おしゃれな帽子いいね。ちょっと次回、いやプレゼントしに行くか、紫ちゃんにプレゼントしに行くか。絶対ドクロとかそうでしょう。ちょっと行くか、紫ちゃん。赤レンガ、なぜこのレンガが赤いか知ってるか。喋りましょう。よかろう、我が時間を貴様にくれてやろう。結局お茶交わしながら喋るんかい。やった、ちょっと仲良くなった。プレゼント渡す。うわ、迷う。十字架のペンダントとシルバーアクセサリー。いや、十字架のペンダント渡そう。我に供物とな。ありがたく受け取っておこう。あ、喜んでくれた。よかった。おや、もうどこかへ行くのか。我に聞きたいことはないのか。話続けよう。まあ、今欲しいもの聞いとこうか。力。というのは冗談だ。力こそ我はもう持っているものぞ。強いて言うなら、暗黒に染まりし書物かしらね。ああ、さっきあったかも、ジャンキーに。では名優よ、さらばだ。なるほど、これ好感度はちょっと大事そうだな。さてと、じゃあそろそろ風呂でも行くかな。ルークはいないから一人で行くか。うん、ルーク君結構一人で自由に動くね。あ、言うじゃん。あ、待って、今度名前が出てないの。あれ、渡辺君どこに行くの。風呂でも入りに行こうかと思ってな。ルークも行くか。せっかくのお誘いだけど、僕は遠慮しておくよ。ちょっといろいろとこの施設について調べておきたくてね。そっか、じゃあ一人で行ってくるな。うん、ゆっくり温まっておいで。あー、そういえばルーク君ともちゃんと話しておきたいな。とりあえず、あ、待って、そもそも風呂ってどこだ。あ、そっか、わかった。これ話せる時間じゃないから名前が出てないのか。細かいね。結構ちゃんとしてんだな。さっきほら聖書、あ、でも違うな。あ、邪悪な書物これだ。買っとく一応。いや、まあでも今お金はちょっと大切にしとこうかな。よし。で、この奥そういえばちゃんと見てなかったよな。あ、そっか、ここが女湯とかか。あー、あ、トイレだ。トイレ見てこうよ。あ、コイン、やった。ちょっと失礼します。ダメかと見せかけて、ダメか、仕方がない。よし、じゃあ女風呂行こうか。はい、ストップですよ。お、あら、キャットマンか。どこにいるんだ。そこは女風呂です。綿貫さんは女性ですか。え、いや、違うか。女風呂に入ろうだなんて許しませんよ。私は許しません。ああ、もちろん女性にも同様です。女性も男風呂には入らせませんからね。もし無理やり入ろうとしたらどうなるんだ。無論じゃない、もちろんアリスさんと同じ目にあってもらいます。銃で蜂の巣でもいいですよ。男湯入るか。いや、常識でしょ。よし、行こう。あ、そういえばここの横って、え、自動イベント今の。おい、先に見ちゃったよ。申し訳ないことしたな。お、キャットマンか。急に出てくるなよ。同じ、さっき聞いた。さっき聞いた。あ、でもセリフが違う。変態には死よ。男湯入るよ。へえ、もちろん。男は男湯に、女は女湯に入ってください。ごめんなさい。さて、着替えて風呂でもって。あそこにいるのはロベルトとアランか。
あいつら壁に目をくっつけて何して、まさか。おいロベルト、もうやめよう。バレたらただじゃ済まないぞ。あともうちょっと、あともうちょっとなんだよ。かれこれ20分は経ってる。いい加減誰か来るぞ。いや、こんなチャンスめったにないって。覗かないなんてことあるか。やっぱりロベルト変態だった。おい、お前ら何やってんだ。なんだ、綿貫か。一瞬空が来たのかと思ったぜ。アランもロベルトも、こんなところで何やってんだ。俺は無理やり付け合わされてるだけだ。あ、綿貫も興味あるか。俺、ここ、覗いてみな。覗く？なんだ、穴が開いてるのか。覗いてみな。あららら、ら隣にある女風呂だよ。あ、女風呂。し、声がでけえって。誰か来たらどうすんだ。誰か来たらって、誰か来たらまずいだろ。これちょうどロッカーの前じゃねえか。そう、まさに穴場、秘密の穴ってわけさ。どうしたんだよこれ。まさか穴開けたのか。ちげえよ。今日の報告会で壁には魔法がかかってて壊せないって言ってたろ。俺が脱出口がないか丁寧に探していたら、たまたまこの穴を見つけたんだ。しかし真っ先にこの男に報告したのが間違いだった。こいつはとんだスケベ野郎だ。なんだよ、男はみんなスケベだろ。まあ否定はできない。ほら、綿貫のなんてなんやかんやずっと穴から。あ、綿貫のなんてなんやかんやずっと穴から向こう見てるぜ。お前と一緒にするな。あ、もう俺は風呂に入る。ってあれ、あれもしかしてミユか。何、ミユだと。ほら綿貫どけ、俺にも見せろ。ダメだ、お前に見せちゃいけない気がする。お前も見ちゃダメだ。おい、お前ら。そんなこと言って、お前が覗きたいだけだろ、このむっつり野郎。ちげえよ、お前に見せたら空に申し訳ないだろ。おい、お前ら、やば。お前に空の何がわかる。空なら快く OK をくれるぜ。いや、お前らさっき知り合ったばっかだろ。いや、空ならお前に見せるくらいなら俺に見せてくれるだろうよ。もうオチが見えるぞ。おい、その空なんだが。なんだ。空、後ろにいるぞ。笑顔が怖い。綿貫、腹減らねえか。食堂にでも行って、なんか食うか。そうだな。じゃあ俺らここで。どこに行こうというのかな、二人とも。これもまた定めか。何の声だよ。説教する空はまるで猛獣のようだった。いや、もう完全にドラゴンとか虎とかそういう類の声だったよ今。空の席30分以上。申し訳ない。本当にラブラブ夫婦だね。羨ましい。いや、もう懲りねえなお前。もう寝とけよ今日は。もう風呂入ってないしな。風呂入りに行こうよ。あ、そうか、話せるのか。あ、じゃあちょっと桐崎君に帽子渡したい俺。仲良くなってプレゼント。洒落た帽子あるけどいる？僕にプレゼントですか。ありがとうございます、大切にします。やった、とても喜んでくれた、やった。話し続ける。あ、スキル教えてくれだって。まあでも毒、詳しい話聞いとこうか。スキルですね。ならこれをあげます。何？え、切り裂きのスキル、麻痺毒をゲットしました。麻痺毒、ひらめきシステムの秒数を30秒。あ、ごめん、見れなかった。追加できるかな。では、綿貫さん、また今度。あー、スキルを聞くを押すと、まあやっぱ某論破ゲーみたいな感じで、それぞれ固有のスキルをもらえるんだ。デスゲーム開始2日目。さて、2日目になったわけだけど、何か変わったことはあった？待って、今俺気づいちゃった。空席が2つになってないか。いや全然、日の光も当たらないし陰鬱になるわね。窓もなければ出口もない。
まるで引きこもりになった気分ですよ。命は天にあり。僕もこれといって進歩なし。変わったことも事件もなかったしね。事件も何もね。あはみゆちゃんには言ってないんだね。それが賢明。ありがとう。ごめんなさい。本当もう二度としません。もう一回ぐらいしてもいい？で、どうするんだ。このままだと一生ここで暮らすことになるぞ。しかしもうどうしようも。はい、ここで私登場です。また変なのが来たわね。あれ、なんだか私の扱いひどくありません？私はいつでもあなた方を殺せるんですよ。で、なんだい、また殺し合いをしろって言いに来たのかい？まあそうなんですけどね。今日は皆さんにやる気を出してもらえるように、私殺人の動機を持ってきました。殺人の動機？じゃあこれです。マグロ？しかも丸ごとときたよ。どうしたのさそれ？もちろん私が現世で釣ってきたの。買ったんじゃなくて？すごいなあんた。俺釣れたてほやほやです。さらに冷蔵庫の中をご覧ください。冷蔵庫の中？うわ、なんだこれ、冷蔵庫の中にマグロしか入ってねえ。嫌がらせですねそれ。で、マグロがどう殺人の動機になるのよ？はい、私はこれから毎日マグロを持ってきます。毎日毎日毎日誰かが殺人をするまでずっとマグロを持ってきます。もちろんマグロ以外の食材は持ってきません。醤油だけは優しさで持ってきてあげましょう。最悪わさびもないの？そのなんか精神的に来るやつやだな。まさか僕たちがマグロを食べるのを飽きて殺人を犯すとでも？バカバカしい。そりゃ毎日マグロしか食べないのは辛いですが、そんなことで誰も殺人なんてしません。そうだ、俺たちは決してお前の言うことを聞かないぞ。あ、待って、空席2つどころか4つだ。じゃああんまり関係なかったか。てっきり殺人が起きてしまったのかと思った。誰かいない？あ、カノンちゃんがいないな。あとは、誰かいない？あんま考えなくてもいいのかな。そう強がっていられるのも今のうちですよ。それではまた殺人が起きた時に行きます。そうですね、明日、いえ今夜かもしれませんね。それではまた。ああ、カノンさん、このマグロどうぞ。あ、カノンさんいたわ。マグロかわいい。バカバカしい。殺人の動機とか言って真面目に聞いて損した。そうよね、こんなことで殺人なんて起きるわけないわよ。そうとは言い切れないかもよ。例えばこの中にマグロがどうしても嫌いで食べられない人がいるとか。まあいくら嫌いな人でもそれが嫌で殺人なんてしないでしょう。まあ問題はこのマグロをいかに飽きずに毎日食べていくことですかね。ふんふん、私にいい考えがあるぞ。なんだ紫？紫が料理してくれるのか？ふんふん、我が美儀に酔いしれるが。なんだ名優よ、我に供物を捧げて。うん、その魚をさばいて、もとい、さばいてほしいとな。よかろう、我に任せるといい。あ、かわいい、ガノンちゃん。何、マグロ好きな？もう一生食べさせてあげたい。じゃあ今日の夕飯は紫さんに完全にお任せしちゃって、僕たちは各自自由行動しよう。まさかないとは思うけど、一応各自警戒は怠らないように。ってことで解散、自由行動としよう。自由行動か、どうするかな。さあ自由行動開始。どうしよう、とりあえずは今回こんなもんでいいかな。なかなか桐崎さん、それから紫さんと仲良くなることができたね。紫ちゃん一旦セーブしよう。ってことで、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。次回なんだか嫌な予感がしますね。あのキャットマンの言葉、あからさまにもう次そろそろ殺人起きるよと言わんばかりのあの感じ、次回以降もお楽しみということで、じゃあ今回はこの辺で、よろしければチャンネル登録、高評価等お願いします。またおから動画でお会いしましょう。バイバイ。